りました午前様様月曜日、お相手は森下ナイスチーン、アニア総八です。おはようございます、桑原しおりです。本当素晴らしいですね。ですよね。いやいやいや、森下投手、いや本当投げてよし打ってよし、ね、だって土曜日の試合はもう森下頼みみたいになっちゃってましたよ。そういうことですよね。いやいやいや、もう来てますよ、ノリピーさん。女性ファンが増えるでしょうねと言われている甘いマスクの森下投手、うん、土曜日投げて打って完投勝利、素晴らしい試合でしたね。新人王必ず取ってほしいですね、アニアさん。その通りですよね、はい。まあ、あのほぼほぼ手の内だろうけど、やっぱりあのスポーツの世界はね、何が起こるかわからないのが、まあ、最後までね、スポーツですからね、はいはい。いやー、もうあの女性ファンが増えるでしょうねっていうか、もう増えてます。いや、もう確かそれはもう確かに言えてますね。かなり溢れてます、はい。いやでもね、この間の土曜日の試合はやっぱり森下投手本人が最後まで投げますって言ったんでしょうね。あれは多分そうだと思いますよ、はい。いや、まあ、前回がね失敗したじゃないですか。そうなんですよ。その悔しさがあったんじゃないかな、はい。また自分で打たれたらやっぱこう納得いくじゃないですか、はい。それが一番ですからね、はい。またあそこでね、監督もよし行きなさいっていうこうチャンス与えたっていうのもね、そういうことですよ、まあ一応ね、沢崎コーチがね、はい、あのベンチにいますから、あの聞きに行ったと思います、どうやまだいけるかいう感じでね、はい。うん、あのいや変えてください言うんだったら変えるし、どうする言われたら、僕だったら行きます言ったと思う、なんか、うん、そのアニアさんのメッセージが伝わったかのように、あの代打が送られなかったじゃないですか、8回で。そういうことですよね、うん、代打にならなくて、はい、あ出てきたからこりゃ行くなと、うん、すごいな。だからあの菊池が一塁出たんですよね、はい。でその後に盗塁して、はい、二塁行った時に、あここ代打あるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱそのままずっと生かしたんですよね。そうですね、はい。なんかあそこにこう森下投手の中にある根性とか、闘争心でしょうね、闘争心とかね、見ましたね、はい、はい。あの顔がね、はい、カッとこう締まったんですもんね、打席で、はいはいはい、確かにベンチ見て、ね、何も誰も何も言わないから、カッとこう締まったんです。おアップで映ったんですよね、そこが、あこれはあの行くんだ思ったんですからね。たら見事にね、見事、まさかヒットを打つとは思わなかったですけどいや私もまあまあね、あのなんとか送ったりとかなんとかかな、そうそう、打ったよみたいな。まあ大学時代はね5番打っとるバッターですからね、まだ1年目だし、だって子供の頃はバッターだったんでしたっけ、なんかそうですよ ね言ってましたもんね、はい。何やってもセンスがあるわけですよ、はい、打っても投げてもね、はい。三原のトッポジージョさんも、森下が新人王に向けて前進しました、あと1勝で10勝、はい、ほぼ確実ですね。そんな森下が去年のドラフトでカープに来ていなかったら、今年のカープはどうなっていたでしょうか。さあ運命を決めるドラフトが今日です。笹岡監督の運試し頑張ってほしいですね。いやその通りですよね、はい。だから、カープ的にはね、はい、即戦力投手、はい、また取りたいみたいですからね。そうですね、はい。だって去年笹岡監督いきなりこの森下投手をね、そう引き当てたわけですから。でもね、はい、よそが全く上げんかったいうのがおかしいでしょ。おかしいですよ、不思議ですよね。はい、でどこ周りの球団はえうちのスカウトどうしてって思うでしょうね。そういうことですよ。こんなにいい投手だったんですか。だからね、昔カープ OB の池田さんって取ったんですよ、はいはい。でカープではエース背番号11番つけて、はい、ものすごくコントロールがいいピッチャーでおったんですよ。その人が中日行ってコーチして、はい、でコーチ終わってスカウトになる、はい。でイチローが活躍しだして、はい、なんでイチローを取れんかったか、はい、クビになった。なるほど、結構厳しい球団もそういう多いんですね。名古屋やろう、はいはい、特にね、そうなぜかと、うん。いやいや、まあでもそうは言ってもわかんないですよね。そういうことですよ、まあ、たまたま化けたから、それを見る目がないいうことになったんじゃないですか。そうでしょうね、うん。これ難しいとこですよ。だからこう森下投手みたいなのをね、パッと一本釣りできたら、うん、よし見る目あったって褒められるけど、そういうことです。それを逃したらなんでやって褒められる、そうそう、責められるんですか。今度逆にね、はい、スカウトも厳しい世界、ね。いやいや、スカウトは厳しいですよ。
活躍してくれるのが当たり前みたいじゃないですか。確かにドラフトで3位までやったらもう絶対ですからね、ほとんど、活躍してくれると思って取るんですから、まあ言ってもなんかね、こっちも取りたいけど全部取るわけにいかないから、こう苦渋の選択で、まあ、A 君取りたかったけど B 君にしたとか、まあ、あるじゃないですか。いやそれはありますよ、ねはい、だからやっぱこう、ね、球団同士でもう5球団が抽選になったら大変なことですもんね一人の選手に ね、じゃあアニアさんスカウトだったらどうします？僕は多分向かないでしょうね、スカウトに。なんでですか？やばい、すぐ同情するからあれもこれもみんな欲しい、欲張りですからね。分かります。私ももしそういうねスカウトみたいな立場だと絶対向いてないと思うんですよ、私ももう RCC を30代で辞めたんで、まあやったことはないんですけど、もうちょっといたらそれこそ入社試験の試験官とか、まあ、するような年齢じゃないですか今話したら、私向いてないと思います、すっごい優柔不断ですもん、で自分の見る目が正しいかどうか自信がないんですよ。分かんないですもんね。だってそうですよ、いいと思ったけど違ったとか、違うと思ったけどああなんで取らんかったんで、もう本当すごい悔やみそう、そういうことですね、私自身が、だからやっぱこう難しいと思うんですよスカウトはね、特に。でずっと1年間追っかけて、それが取れたらものすごく嬉しいし、取れなかった場合にやっぱ悔しいじゃないですか。そうなんです、これもまた奥が深い。いやだから今日がね、スカウト会議やって、ドラフト会議ね、いやスカウト会議やってね、最近ね、やって、どういう選手を挙げるか言って、多分9人ぐらい一応候補を、候補を挙げてると思います。で最終的にそうドラフト1位2位3位決めていって、誰が取れるかいうことになりますからね。いやこれね、デイリースポーツの新聞の記事では、まあ早稲田大学の早川投手、あとトヨタ自動車の栗林投手、あと木澤投手ですね、慶応大学か、この3人ぐらいがちょっと、カープとしては有力なんじゃないかそういうことです、言われてるんですけど、まあ分かりませんが、だからね、冗談で栗林やったらトヨタだし、カープは松田だしいうねそれはジョークですよ、半分ジョークですけど、ちょっとまあ乗り換えみたいなね、イメージでね、それはそれで面白いですけど、まさそれも面白いんじゃないかなと思いまして、いやーどうなりますかね、やっぱりこれなんか自分のことのようにドキドキしますよね。いや本当ですよ、まあ一番ドキドキするのは両親でしょうけどね。そうですよ、今日 RCC テレビでもドラフト会議やるし、あとなんだっけ、ドラフト会議のお母さんとか出る番組、タイトル忘れちゃったけど、あれも7時ぐらいからやるのかな、RCC テレビありますんで、ちょっとみんな見るでしょう。そういうことですよねどんな、ね、物語があって、どんな背景でこの子は育ってきたんだろうって、もう入団する前から大注目ですもんね。そういうことです。そうなるとね、夕方ですかね、決まってくるのは、ね、そうですね、夕方ですね、大体ね、楽しみにしておきましょう ね、 今日は。さあそして今日はもう一つ、午前様ではねすごく楽しみなものがあります、先週もお伝えしましたけれども、カープのチケットプレゼントが今日の午前様様あります。11月4日ですね、11月4日水曜日、マツダスタジアムで行われる巨人戦の三塁側内野指定席をペアで一組の方に差し上げます。これもうね、今シーズンのもうたった一組ですか？いや三組ぐらいして言いたいですよそれは。いや本当ですよね、まあ、でもまあね、まあ今はね、まあ、まだね、人数制限のこととか、いろいろありますから、こらえてください。いや本当本当一組これまあ目いっぱいね、RCC も頑張った。そうなんですよ、11月4日水曜日、マツダスタジアムの巨人戦の三塁側内野指定席ペアで一組の方にね差し上げるプレゼントありますから、では早速応募方法をお伝えします。メールファックスでお願いします。まず宛先から言いますね。メールはプレゼント専用アドレスです。普通の午前様様のアドレスと違うんで気をつけてください。1350@rcc.net 1350@rcc.net です。ファックスはいつもと同じで 082-221-3300 082-221-3300 です。
でね、ぜひね書いてほしいことがあなたのカープ愛、まあ、思い出とか選手へのエールとか、はい、いろいろ愛情はいっぱいあると思いますので、うん、あなたのカープ愛を書いてご応募ください。チケット欲しいだけではちょっとなかなかね、はい、やっぱりどうせならカープ愛語ってくださいませ。必ず住所、氏名、連絡先も書いて送ってください。締め切りは午前11時までです。当選者は番組のエンディングで発表します。お寄せいただいたお便りは番組内でも紹介しますからね、はい、ぜひぜひカープ愛語って送ってください。では今日のメニューを紹介します。今週の午前様会議のテーマですよ。こちらはテーマはですね、僕の椅子私の椅子でお送りします。家や会社、学校、車、映画館などなど、あなたが使った椅子にまつわるエピソードを教えてください、はい、例えば子供の勉強用に座ると背筋が伸びるという椅子を買いました、うん、ちょっと変わった座り方をすることで背筋が伸びるというものです。せっかくなんで私も買ってみました。確かに背筋は伸びるんですが、だらけて座ることができないので、ちょっとその椅子に座ることから遠ざかっています。あ、はいはい、なんかこう強制されるというかあるんでしょうね。そうですよね、はい、まあ、でも姿勢が良くなる。だからそういう椅子ってやっぱちょっとこう硬いかもしれませんね。あ、どうですか、ね、姿勢正しく座らないかんことになりますから、ね、割と固定されるんでしょうねと思いますよ、はい、姿勢よく座るって難しいですからね。はい、はい、あのすごい腰とか、なんかこう腰というか体幹使うんですよね。そうそう、腹筋とかね。僕もね、だん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 ずれて座るようになったんですねずれ、どっちずれですか。こう前、あのこう後ろに、あ、背もたれにもたれて、はい、はい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 、やっぱり楽だから。楽ですよね。で、私もやっぱりこうテーブルとかこうラジオなんかもありますけど、テーブルあるとやっぱりこう肘を当てて ね、 つ き、 ねつきますよね。それやったら楽ですからね。そう、楽なんで、はい、まあ、リラックスで喋られるんですけど、ちょっとやっぱ背中丸まりますよね、はい、ちょっとピシャッといこう、ピシャッと、はいその他、旧市民球場の外野自由席は区切りのないベンチ式の椅子でした。一部の試合を除いてはほぼガラガラだったので、前の椅子を机代わりにして食べ物や飲み物を置いて観戦していました。非常に快適な野球観戦でした。そうですよね、はい、そうそうそう、昔あのいわゆる横長の長椅子もあったんですね、はい、ベンチ型のありましたよね、はい、木の椅子があったんですね。木の椅子もありましたっけ。はい、最初僕らが入団した頃は外野は木の椅子。さすがにそこ私覚えてなくて、今木と思って。いや本当に。あ、そうなんですか、はい、でそこからあの、まあ、多分私たち世代が知っているものになったんでしょうけど。そういうことですね。確かにあのちょうどこう段下がって前の段は机にできますね、はい、まああの前鏡ちょっとなりますけどね、はい、まあ今みたいに座席の横にホルダーがなかったですよ、あの飲み物の。まあ今はもうね、椅子も立派ですもんね。快適です、はい、カップホルダーあったりとかね、うん、あ、外野どうかな、外野ホルダー、いや行ったことないですから忘れちゃったな。カップホルダーあるかな、外野は、外野もあるか、全部あるか。あ、全部あるんだ。全部ある、すごいですね。すごい、はいはい、恵まれてますよね、やっぱりね、マツダスタジアムね、はい、素敵ですもん。さあ、などなどね、いろんな椅子、もう僕の椅子、私の椅子をテーマにメール、ファックスをお待ちしています。10時20分頃からはアニア総八の直球勝負、アニアさんに先週のカープの試合を振り返ってもらいましょう。そして11時台は人生の知恵袋、冠婚葬祭編、沈没の大臣の香炉晴美さんにお聞きします。冠婚葬祭に関する質問やエピソードなどがありましたらお寄せください。コーナーでお便りを紹介した方には大臣のギフトもプレゼントします。午前様様月曜日、では朝の運試し午前様クイズです。このコーナーは美味しい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りします。クイズは今週のテーマ、僕の椅子私の椅子にちなんで、今日はアニアさんから出題します。それでは問題です。はい、簡単に椅子言うんですけどね、難しいんですよね、はい、まあいろんな、結構いろんな椅子があってますけどね、はい、まあ僕が椅子言うことになればね、はい、やっぱあの入団当初から、はい、やっぱこう遠征先でバス移動なんですよね、はい、あ、はいはい、遠征先で要するに泊まっているところから球場まで、ホテルから球場まで、球場からホテルまで、バスですね、はい、あのマツダスタジアム他球団はバスで移動してますもんね。そういうことですよね、はい、そのあのまあ バスのね、はい、移動のバスで、はい、あのどうやって席を決めたでしょうか。あ、はあ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 、まあ要するにどういうふうに座っていくかってことですね、はい、みんな、はい、じゃんけん、まあ、とりあえず、はい、運転手さんの後ろは監督、あ、そうなんですね、で左の入り口の
一番前はヘッドコーチが、大体そこは、そこまでは決まってる。はい。まああれですね、修学旅行でいう先生が座るとこですね。そうそうそう、バスが真ん中でね、立ってますから。え、だからじゃんけんとか。ああ、そうですよね。ねえ。うん、人それもあったかもしれませんね。はい。アニヤさんの、いや、あくまでこれアニヤさんが現役時代の話ですね。そうそうそう。お、成績順とか。まあそれは、うん、結構あったと思いますけどね。ああ、なるほど。さあ一体どんな、まあ、席順だったかってことですよね。はい、要はね、どうやってね、そういった席順がなっていたのか。はい、アニヤさんが現役時代、遠征先から球場への往復はバス移動でした、はい、今もですけれども、うん、そのバス移動の際の座席、はい、どのように皆さん座っていたんでしょうかというのが今日の問題です、はい、ぜひ考えてみてください。答えはメールファックスでお寄せください。メールは gozen@rcc.net gozen@rcc.net。 番組のホームページからも送ることができますので、そちらもご利用ください。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。クイズの答えとおところ、お名前、電話番号を書いて送ってください。番組へのお便り、アニヤさんへの質問もこちらにお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者は番組のエンディングで発表します。クイズ正解者の中から芳醇天然かき醤油と季節のおすすめ品セットを1名の方にプレゼントします。皆さんどしどし番組に参加してください。午前様クイズ、このコーナーは美味しい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、月曜日 RCC 第2スタジオからアニア・桑原コンビで11時40分まで生放送でお送りします。天気予報です。 RCC 気象予報士音藤良平さんです。音藤さん、はい、おはようございます。おはようございます。いや、このところ寒くなりましたよね。そうですね、週末が一気に、ね、冷え込みまして、はい、昨日は北部では氷点下となったところもありました。なので、ね、一気に季節が進んだ週末となりました。まあ、今朝も、ね、冷え込んでいましたので、その週末に次ぐ冷たさとなりました。はい、広島市中区では 10.8 度、一番冷えた北広島町大浅で 0.9 度まで下がっていました、まあね、これでだいたい平年並みか、まあ、ちょっと低いぐらいにはなったんですけれどもね、まだちょっと冷たくなってきましたね。ただ今日は高気圧に覆われますので、北部もしっかりと晴れそうです、はい、カラッとした秋晴れとなりそうですね、で降水確率は夜まで 0% ですので、洗濯日和となりそうです、また上空の寒気も抜けつつありますので、日中はしっかりと、あと気温が上がってきそうです、各地で23度ぐらいと、昨日よりさらに2度ぐらいは高くなりそうです、1日の気温差が大きいんですが、日中は過ごしやすくなりそうですね。ただ夜も早く冷え込みますんで、そろそろ、ね、暖房が欲しくなるようなシーズンと、ね、なってきましたね、明日にかけても今日と同じぐらいは冷えますので、暖かくしてお過ごしください。今週ですけれども、晴れる日が大体続く見込みです、明日も朝から日差しが出て降水確率も 0% です、明日からのカープのホーム3連戦も問題なく試合を行えそうですね。で週後半、木曜日金曜日あたりで少し雲も出ますが、日差しもしっかりありますので、大きく天気の崩れることはなさそうです。はい、まあ、でも感染にかかれる方、本当やっぱり寒いですからね、厚着して、ちょっと羽織るものをたくさん持っていた方がいいですね。はい、試合中も20度切ってると思いますんでね、長袖プラス1枚上着用意しておくといいかもしれませんね。ナイター寒いですよね、まだ。そうですね、しかも風が吹くとね、さらにひんやりしますからね。はいはい、はい、風邪ひかないように気をつけてください。はい、今注意報などは出てますか。はい、現在南部に乾燥注意報出ています。しばらく空気の乾燥した状態続きますので、火の取り扱いに気をつけてください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は RCC 気象予報士音藤良平さんでした。お便り様様です。メールファックスご紹介しましょう。いやー、皆さんやっぱり森下投手絡みは多いですね。
多いでしょうね、はい、今日は。アニヤさん、大好きさん。新人王、このまま行けば森下くんで決まりですよね。どうか彼が新人王を取れるように、野手の皆さん、援護お願いします。最近先発投手はみんなとっても素晴らしい投球です。立ち上がりだけ心配ですが、回を追うごとに立ち直り頑張ってます。打ってくれなきゃ勝てません。一気に思いをぶちまけてしまいました。すみません。いや、その通りですよね。まあ、僕らもね、やっぱ見とって、イライラするとこありますもんね。はい、気持ちわかる。わかりますね、はい。ちょっとやっぱり若手が頑張ってる分。そういうことです。いけ、もっと頑張ってみとって思うんだけど。打ってくれ、言いたいですね。なかなかね、はい。あとね、こちらもね、そろそろ初老さんは、土曜日の対横浜戦、うちの子がやりましたよ。8回の勝ち越しタイムリーはぐっと我が手で新人王を引き寄せました。あの場面を見たらセリーグの DH 制はなくていいと思いました。少し早いですが、アニヤさん、うちの子、森下投手の新人王おめでとう&ありがとうございます。もう取った気になってます。いや、本当ですね。いいことじゃないですか、うん、はい。そうですよ。ね、うん、こうやってまた盛り上がれるっていうのが広島中がね。そういうことです。自分の子供にしとるんだからいいんじゃないですか。まあね、別に見返りくれとは言いませんから、ね、そうそうそう、勝手にうちの子だってみんなが応援する。はい、思ってくれるだけありがたいですよ。選手取ったらね。まあね。いや、でも、ああいう子は欲しいよね。はい。みんな、うちの息子だったらって思ってますよ。そう。うちの弟だったらとか。いや、せめて、うちの親戚の子だったらとか。はい。自慢しまくるわ。そりゃそうでしょうね。大変でしょうね、でも。サインとかねだられそうですよね。いやいやいや、そうなるかもしれませんね。もしね、親戚だったらね。はい、うん、まあ、そんなカープのね、森下投手への熱い思いが来ておりますけれども、今日、チケットのね、プレゼントが実はあるんで、いろんなカープへの思いもお寄せくださいね。この RCC のこの午前様様、カープのチケットプレゼント、11月4日です。11月4日水曜日のマツダスタジアムで行われる巨人戦の三塁側内野指定席、ペアで一組にプレゼントします。メールファックスでご応募くださいね。ただメールはプレゼント専用アドレスなんで、番組宛てのとちょっと違うんですけど、1350@rcc.net、1350@rcc.net、ファックスは 082-221-3300、082-221-3300 です。まあ、チケット欲しいって書くだけじゃなくて、あなたのカープ愛をぜひ書いてください、はい、あとね、住所、氏名、連絡先も書いて送ってくださいね。締め切りが午前11時までとなってますので、はいはい、皆さんぜひお送りください、あとね、こちらはね、カープが好きたいさん、来シーズンへ明るい日が光が差してますよ。森下投手の新人王が確定的。大森、初期、宇草選手などフレッシュな選手の成長もあり、若手と中堅、ベテランが団結して優勝を来年は狙える楽しみなシーズンが待ってます。アニヤさん、元気に頑張っていきましょう。福岡からいつも応援しよるばいって。まあ、ありがたいですね。はい。いやー、そうですね。来シーズンは、かなりまた期待できそうですもんね。いやいや、十分いきますよ。ピッチャーもね、結構若手が出てきましたからね。だから、あと、これに、中堅クラス、はい、ベテランが絡んだらね、うん、もういいことないですから。そうですよ。だから、今年は市岡とかね、今村とか、中田蓮とか、はい、やっぱり、そこまで活躍してきた選手がね、ちょっとこう、そうですね、うん、あまりちょっと成績上がれなかったですからね。来年はまた、盛り返してほしいですね、はい、そうですよ、はい、この方福岡から応援しよるばいうことなんで、じゃあ来年はね、カープとソフトバンクの日本シリーズ、そうですよね、やるばい、はい、やっちゃやるばいやっちゃやるばい何弁だって話です行くばい、はい、カープも行くばい、そっち全部ミックスで行こうありがとうございました。皆さんね、ぜひぜひチケットプレゼントもあるんで、はい、引き続きご応募ください。お待ちしてます。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。今日は福山市立湯田小学校5年谷川安奈さんの作文を紹介します。タイトルは私の好きなこと。私の好きなこと、湯田小学校5年谷川安奈。私は掃除が大好きです。特に一番する掃除が整理整頓です。私は毎日夜に必ず出した本や妹が使ったおもちゃなど元々あった場所へ戻します。そのおかげで部屋は綺麗になっているのですが、
少し困ったことがあります。お母さんやお父さん、妹に何も聞かず、大事なものを余計なところへしまったり、すぐ使うものを片付けたりしまったり、作品などのパーツをゴミだと思って捨ててしまうことがあります。なので、その後どこにやったとみんなに怒られます。なので、最近はしまった方がいいかを聞いたり、他のものと混ざらないように少し前に置いたりなど、自分で工夫して気をつけています。私は年末のお掃除が大好きです。私の仕事は窓やドアの差しの掃除をすることです。私は隅々まできれいにするので、大掃除の日は大活躍します。なので、掃除が終わり次第、私はいろいろな手伝いを頼まれます。私はみんなに気持ちの良い時間を過ごしてもらいたいです。なので、整理整頓をこれからもほどほどに毎日頑張りたいと思います。すごい。素晴らしいですね。整理整頓が大好き、はい、もう親にどこにしまったんで怒られるぐらいすぐ片付けちゃう。ですよね。立派、はあ、5年生、はい、もう一生こういう風に綺麗なお部屋に過ごすタイプでしょうね。まあ、でと思いますね。綺麗好き最高ですよね。いや、いいな、はい、なんかね、掃除が、お掃除が大好きって年末の、うん、ただ、はい、片付けすぎてね、やっぱりこうお父さんやらお母さんやら兄弟のね、あのいるのも捨てたりしとるみたいだからそこはもうよく聞いてやったらいいんじゃないですかね。あと片付けてあげるときなんかこうシールかなんか貼っとけば、この棚にハサミとノリと何入ってますんでですよね。使いそうなら大体わかると思いますからね。いや、ちょっと私お小遣いあげるからうち手伝いに来てって言いたいですよ。いやいや本当ですよねでも全部捨てられるかも可能性あるこれいるんっていらんじゃろう言われそうですけどね、うん、はい、素晴らしいね。素晴らしい、いや最高ですわ。今日は福山市立湯田小学校5年生の谷川アナさんの作文でした。明日は廿日市市立宮園小学校4年生永井祐樹くんの作文をお送りします。お楽しみに。御前様会議。今週のテーマは僕の椅子私の椅子ということで、椅子にまつわるお話です。こちらはね、還暦のおじさん、娘が勤めている幼稚園でいたずら好きな園児が友達とふざけ合っていて、椅子の背もたれのパイプの間に頭がはまり込んでしまい、先生たちがパイプを広げて椅子から頭を出したということが起きたことがありました。うん、え、そういうことがあるんだ。だからちょうどスポット入ったはいいものの抜けなくなったんでしょうね。ですよね。それしか考えられないでしょ。あの、でもよくそういうなんかちょっと珍しい映像ってありません？あの中国とかでよくありますよね。なんかどっかに挟まってる子供とか、まあ、動物とかもあるけど。あるある。はい、あるんだ。結構あるんですね。うん、まあ取れたからよかった、まあ、目の前でね見たことないか分かんないけどね。いやでも本当もうこれ本人にとってもう抜けないってもうかなりの大問題ですからね。それね、あのね、もう落ち着かないですからねそれイライラするしね、まあ、どうにもこうにもこう、ね、広がられなくて、うん、って言ったらもうあそこパイプを切断するしかないですね。切るしかないですもんね。うわあるんだやっぱり。あんまり実際はないかと思ったけど、そうそう、テレビではね、あのよくあるんですけどね。リュウ君ラブさんは、中学生の頃の自分の椅子、一応は身長に応じたものにしてもらえてたのですが、混合授業で移動教室になり、めちゃめちゃ高い椅子に当たっていました。当時は身長は小さな方で150センチくらいだった私には、足はブラブラ、もちろん集中力も続くわけもなくだったんですね。自分に合った椅子大事ですよねと思いますね。はい、いやですね、うん、足がつかないのもちょっと不安だな。そうそう、疲れると思いますよ逆にね、はい、逆に腹筋むちゃくちゃいりますよね。そういうことですよ。あ、集中力かきますよ。かきますでちっちゃい子ってみんな足ブラブラしますけどね。そうそうそう、あの頃はねやっぱ考えてないから、やっぱあの小学校中学校行きだしたらね、やっぱそういうのは気になるでしょうね。ねえ、はい、足ブラブラ、あ、落ち着かんわ。エギザイルさん、ランニングするようになって痩せたのはいいのですが、お尻のお肉が薄くなったせいか、
しばらく座っているとすぐお尻が痛くなるようになりました、はいはい、そこでマツダスタジアムに行くときは椅子に固定できる高反発の座布団なしでは観戦できません。ほうほうほう、え、ランニングで、まあ、お尻のランニング、皮膚がね薄くなることはないと思うんだけど、なんか筋肉ついたらお尻がプッと張りそうですけど。そういうことですよね。なんかでもお尻の筋トレですよ、うん、今やあの世の中の女性たちお尻を鍛えるのが流行ってますから。あ、そうなんだ、はい、なんかそういう体操とかあるんですよ、うんうん、あのバーベルをこう足の付け根あたりに上に乗せてフンフンフンって上に上げられるとかね、はいはいはい、まあ腹筋みたいな感じでちょっとねやるとついたりとかって言うんですけど、うんうん、でもね痩せてる人は痛いって言いますよ。そうそう、だから骨が刺さるようですよね。刺さっちゃう。いやいや、本当本当当たるんでしょうね。当たるし、だからそれを座るから、そう。刺さるらしいですよ。あと、あの、自転車も痛いって言ってました。あの、痩せてる子は、あの、普通に行くぐらいならいいんですけど、うん、あ、いやいや、いわゆるこう、ロードバイクじゃないけど、なんかちょっとこう。椅子が硬いですもんね。硬いのがありますもんね。長距離走るのがあるじゃないですか。うん、あれがね、痩せてる子はね、痛くてできな い, って、はいはい。長距離走れないって言ってました。それは、あの、みんなそうでしょうからね。やっぱ鍛えて、あの厚くする、皮膚を厚くするんだろうから、ちょっと羨ましい気がしますけどね私からするとお尻がなんか薄くて痛いってことないなと思って、うん、まあ今ねエキザイルさんマツダスタジアムに行くときには座布団をね固定高反発の座布団を持っていくとありましたが、ね、はいはい、今日はね番組でカープのチケットプレゼントしております今、うん、はい、11月4日水曜日マツダスタジアムの巨人戦三塁側内野指定席ペアで一組にプレゼントですんでね、ぜひメールファックスでお寄せください。ただメールはプレゼント専用アドレス 1350@rcc.net の方です。ぜひあなたのカープ愛を書いてお寄せください。お待ちしてます。午前様会議その2は11時5分頃からです。いや今日はねカープのチケットプレゼントがあります。11月4日のねマツダスタジアムで行われる巨人戦の三塁側内野指定席ペアで一組の方にプレゼントということで、あのご応募の際にカープ愛を書いてお送りくださいと言っておりましたら、はい、皆さんねカープ愛語ってくださってますね、うん、こちらお邪魔パジャマさんは小さい頃から親の英才教育でカープ好きになりました。小学生の時は朝一で U 球場に行き練習を見てから2軍の試合を見てはしごで市民球場で1軍の試合を見てました。一番好きな選手は広瀬淳コーチで U 球場時代から応援してました。今も球場完成のユニフォームは26番の広瀬コーチの刺繍入りユニフォームで行っています。初めて買った車のナンバーも26です。さすが凝ってますね、うん、これかなりの英才教育ですよね。だって2軍の試合見てその日にはしごで1軍見るんですよ。そういうことですよ。疲れるよ2試合見るって相当ありますからね。まあ車移動か電車でバスで行ったんか分かんないですけど、試合観戦で観戦するだけでも結構あの体力って使うんですよファンもね。はいはいはい。それ2試合でしかも移動付きでしょ。そう1日10野球漬けじゃ、いやもう野球漬け、野球以外もこれ家に帰ったら寝るしかないですね。もうバタン球、そういうことですね。古典球でしょうね古典球素晴らしいカープ愛。岩国の蓮畑さんはね、今から40年くらい前、岩国にカープ野球教室がやってきました。二軍選手ばかりだったと記憶していますが、その中に高橋慶彦さんがいました。え、二軍で？だから、二軍選手の中になぜかいたということですよね。はいはいはい、背番号は、当時が二軍だった時の話ですかね。背番号は40番だったと。あ、じゃあ、日本の頃かな。そうですね。40番だったと、はい。お昼休憩でサイン会が始まりましたが、野球ボールに高橋選手のサインを、今も背番号40のサインボールを大事に保管していますって。ああ、これは貴重品ですよ。だってもう2番のイメージですもんね。そういうことですね。40番。はいはいはい。わあ。まだ入団当初でしょうね。でしょうね。はあ、い。はこれも自慢できるサインですね。そういうことです。はい。その他ね、こちらラジオネーム書いてない方は、広島県民の私は旧市民球場から観戦時の試合は必ずカメラを持参して、試合風景や試合終了時のスコアボードや、試合結果に関わらず夜のカープの試合をビデオに撮り、翌日の中国新聞を撮っています。保存してるってことですね、うん。はい。残りの人生も自分がオーナーくらいの気持ちで共に戦います。
あもう気持ちはオーナーなんです。はいはいはい。すっごい暑いわ。うん。暑すぎる。すぎる。もうちょっとオーナーだったら年俸どうしようかなとかそこまでこう、そういうことですね、計算してるんじゃないですか。計算したね。ないと。まあ、それも楽しいですね、みんなで年俸の予想とかね、はい、さあチケットプレゼントね、今日行っています。カープ愛を書いてぜひお寄せください。11月4日水曜日、マツダスタジアムで行われる巨人戦、三塁側内野指定席ペアで一組の方に差し上げます。メールファックスでのご応募です。メールはプレゼント専用アドレス 1350@rcc.net、 ファックスは 082-221-3300 となっています。ぜひあなたのカープ愛も書いてお送りくださいね。住所氏名連絡先もお忘れなく。10時を回りました。アニア総八さんと桑原勝利がお送りしている午前様様月曜日です。この時間は午前様クイズのね、正解を発表しますが、まずはおさらいからいきましょう。今週は会議のテーマ、僕の椅子私の椅子でアニアさんから問題を出しました。アニアさんはカープ現役時代ですね、はい、遠征先でバス移動の際、まあ、はい、宿泊先から、球場への往復はバス移動、はい、その時の座席はどうやって座っていたんでしょうっていうのがね、はい、問題でした、こちら親父ホイホイさんは年俸の順番、あこれそれやったら年俸バレるじゃん。まあ、でも大体あの推定年俸で出てるじゃないですか。そうそう、あれはあくまで推定、まあまあ、そうですよね。ですよ、みんなが知ってると思い込んでるのと逆だったりとか、それはある可能性は。それはちょっとえげつない順番。えげつない。リアルに嫌ですね。そういうことですね。だってそれだったら、だからもうそね、うん、みんな分かることじゃないですか、うん、やっぱり座る順番もね、はあ、ちょっと年俸はないか。そう、先輩後輩がいますからね。年俸で言ったら大変だね。なんかね、そう。あれか、なんかプロ野球選手って、まあ、自分の年俸とか、まあ、ある程度こう推測されてますけど、はいはい、まあ、実際違うかもしれないじゃないですか、はい、でお互い他の友達というか同じ仲間同士のもう金額知らないでしょ。知らないです ね僕らまた知ろうとも思わないし。あ、聞いたことないですか、はい、お前お前くらってこうやって同期だったら全くないですね。あ、そうですか、はい、私入社した時に同期入社でみんなであの給与明細見せ合って、うん、ちょっと値段が違うことがあったら、うん、あの年齢が違うじゃないですか、まあ、はいはいはい、現役で入った人とかちょっとこう1年多いとか年が、はい、その差が出てました。ああしょうがないね、2年退職早い人はやっぱりいいんじゃねとか言いながら。あ、やっぱやんないか、やっぱプロ野球選手ライバルだからやりにくいですね。あんまり、ね、うん、そこまで意識して、ね、うん、やらないですね。あ、吉浦のスポーツ大好きさん、相性じゃないでしょうか。はいはい、まあ、まあ多少あるかな、どうですかね、好き嫌いというか、まあ相性ね、はい、それは席はね、あの嫌いな人とおったら1時間以上バス乗っとる時あるんですからね。品川から川崎行く時とかいうのはもう1時間以上かかったですからね。なんか試合前に気分がないますもんね。そういうことですよね。亀さん58さんは監督がその時の勤務で決めたんじゃないでしょうか。ああ監督はもうノータッチですね。ノータッチ、こういうことはね、やるんだったらマネージャーが全部仕切るんかな。へ、はい、え、あの新幹線とかは全部マネージャーがやります。へ、はい、席は。じゃあもうそれこそ相性とか考えてるんですね。もうマネージャーが大体、あの雰囲気で分かるじゃないですか、見とって。まあね、大体仲いいな、練習とか、はい、あの、食事、はい。食事が一番分かるんじゃないかな、夕食とかで。はい。席つくのが、みんな、あの、決まってないですから、それは。じゃあ、一緒の人、そうそうそう、大体いるグループとか。見て大体分かるんですよね。ああ、はい、なるほど、ね。ただあれですね、すっごい昨日まで仲良かったのに、その夜めちゃくちゃ喧嘩して、次の日最悪な二人が横ってことあるかもしれない。昔は結構喧嘩ありましたよ、チーム内で。はい、はあ。うん。だから、一概に言えないですからね。まあね、はい、急に仲悪くなってるってありますよね。いやいや、本当、本当、はい、アルファブラボーさんはね、日本地図の順番、例えば北海道から前に座って、アニアさんは沖縄なので後ろ。一番下、後ろ。僕は大体どっちか言ったら後ろ好きですね。おお、そうですか。はい、あ、でもアニアさんそうですよね。なんかちょっとこうロケ車みたいなので何列かシートのある車で移動するときも後ろ座られますね。僕後ろが好きです、ね。一番後ろですね。はい、そういえば。島根105さんはね、座高順じゃないか。
雑魚、うん、あ、雑魚の高さ、はい、ただ低い順から並ぶから前が見えるように低い順からどん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 こう後ろに雑魚の高い人が一番後ろ、ちょっと見え張ってね、そうです、ここでそれこそあの背もたれにわーってやりますよねそれこそさっきの姿勢がね、どうでアニヤさんの得意のそうそう、 背もたれにずーっと持たれてるのがね、なんか姿勢いいとね、かっこ悪い気がしちゃいますもんね、はい、うん、おみんちゃん、いびきのうるさい人から奥に詰めて座ったんじゃないでしょうか。ああ、そうですよね、だいたいあの時間帯ね、人眠りする人、僕ら時代は多かったですね。おお、はい、今の選手はどうかな、結構なんかね、ゲームみたいな、なんか、うん、スマホ見たりとか、まあしてるかもしれないですね。ですよね、バス乗ったらみんな見てますもんね。いびきいましたか、やっぱりいびきうるさい人は。いましたよ、もう部屋でね、遠征行ってホテルでしょ、はい、まあ、昔は旅館がメインだったんですからね、はい、そこでもういびき、ものすごいいびきかくいとこって、もうお前廊下に寝とけってから出されましたよ、まあ、確かに困るわな、そういうことですいや、いろんなご意見をいただいたんですけれども、はい、アニヤさんがバスね、現役時代バス移動の時にどういうふうに座っていたか、座席はね、はい、正解は何でしょうか。そうですよね、はい、まあ、最初の遠征、はい、シーズン初めの最初の遠征で大体決まる、はいはい、それはどうやって座って、だから最初に、あの監督、まあはい、あのヘッドコーチ、コーチが前列で、ね、であのやっぱこう年上のコーチ、順番に。大体なんとなく年功序列っぽくなる、はい、最初、はい。で、選手もそうですね。やっぱりベテランが、その後に座っていくんですね。はい、別にでも、それ決め事じゃないんですか？決め事じゃないんですよ。どこ座ってもいいんだけど、はい、もうだから、途中で入れ替える選手もいるんですけど、はい、まあ大体1年で、もう最初の遠征で、座席、自分の椅子のが決まる。はい、じゃあもう本当に、まあ、開幕直後ぐらいの、まあ、遠征先の時のバスの座席が、うん、そのシーズン中はほぼ1年間通してもほとんどもう一緒です。まあメンバーはね、途中ちょっと変わったりしますけど、変わればまた変わるのもあるんか、うん、シーズン通して出てる人同じ、同じです。へえ、なんとなくなんでしょうね、それそういうことですね。誰も言わないけど、言わないけど、それそういうふうになってますね。あ、だから一時はタバコを吸ってもいい時はね、はい、バス2台だったんです。はい、僕らの時代は1台でぎゅうぎゅう詰めで行ったんですからね補助椅子とかは、補助椅子にもみんな座らされる。1年だから、補助椅子は大体1年2年目ぐらいの若い子が座るんですけどね、はいはい、だから2台になった時はやっぱタバコ、喫煙席と禁煙席 の、 バス2台です。あ、そうだったんですか。はい、タバコ吸う人はタバコ吸うバスに乗れよいうことでね、アニヤさんもちろんタバコ吸う方に。いや、僕はタバコを吸ったんですけど乗らなかった。あ、そうなんですね。そこはもうコーチとかね、監督とか、タバコ吸う監督は乗っておるすから。あえてじゃない方に、違う方に我慢すればいいんです。伸び伸び、ね、球場着いたらその代わり2本ぐらいいっぺんにバーッと吸ってるかもしれない。本当もうすごい元気でしたよね、それでもね。いやいや、本当ですよなるほど。今はあんまりタバコ吸ったりとかないでしょう、ね。タバコ吸う人が減りましたよね。少なくなったですよね。ね、うん、はい。いや、ということで、じゃあ、まあ、正解は、シーズンの最初の遠征先に行った日の座席がそのまま使われると。最初にバスに乗った順番がもう1年間通して、はい。はい、まあ、こういうズバリの正解はまあちょっといないです、ね、多分いないと思いますけど ね、 ね、誰も予想してませんでしたけれども、はい、なので寄せてくださった皆さんの中からね、番組のエンディングでクイズの当選者を発表します。皆さんありがとうございました。スポーツ一着戦、さあまずは広順さんからいきましょうか。なかなか投打が噛み合わなかったり、中継ぎ陣の出来具合で残念ながら直近9試合は4勝5敗と負け越しているカープですが、先発ピッチャーだけに目を向けてみると直近9試合はなんと全員がクオリティスタート。そのうちカープが勝った試合は先発投手が全員ハイクオリティスタートだったというのを目にしました。
先発投手不足と言われながら先発陣大健闘してますよねといただきましたよ。いやその通りですよね。よくここ来てね、はい、最近よく頑張ってますよね。確かにね、若手選手で初回に打たれたりとかしてもその後は持ち直してクオリティスタートだったりとか、はい、ね、してますもんね。そういうことです。なかなか、まあ、あとはもう打ってもらおう。そういうことですね。だから今年やっぱりこう一番 の, ここまで成績が上がらないのはそれですよね。噛み合わせ悪いね。そうなんですよね、はい、ピッチャー抑えた時はね、はい、やっぱ打ってくれてないしね。まあもうお互い様ですからね。まあまあまあそうです、はい、どっちが悪いってわけじゃないんですけれども、そう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 、なかなかね、はい。ブルーサンダーさん、先週3度の完封負けを喫したカープ打線の調子が落ちているように思います。何か原因があるんでしょうか。残り12試合となったカープにはいい形で今シーズンを締めくくることができるように頑張ってもらいたいですと、ですよね。もう12試合しかないと思わないね。思わないといかないと思います。そうですね、そうでちょっともう、はい、ここからが一番大事なんです。目立ちますからね、後半戦活躍したら。確かに、はい、印象ってありますもんね。そうそう、印象いうのは大事ですからね。いくらシーズン後めちゃくちゃよくても、なんかもうそれよりはシーズンのお尻にいい方が、なんか来年に向けてが、そういうことです。印象はありますね。印象がものすごくあります。あ、そっか、頑張ってもらいましょう。 そう。そこしか言いようがありませんが、はい、また後ほどね、カープ直球勝負でお伝えします。週末たくさんスポーツありましたんでね、ご紹介していきましょう、はい、いつの間にかおばサンダーズさんは、この週末8ヶ月ぶりに JT サンダーズ広島の試合を生観戦できました、今年から原監督に代わり、選手起用に目を見張ります。アウトサイドヒッターやミドルブロッカーは日替わりで、登場する選手がみんな目覚ましい活躍をしてワクワクします、昨日はリベロの2人が同時に出場する驚きの起用もあり、見ていて楽しかったです。2日とも接戦でしたが 3-0 でストレート勝ち、とても元気をもらいました。いや本当ですよね、4連勝そうなんですよ、はい、一ノ倉さんもね来ていますけれども、これで1セットも落とさず開幕4連勝素晴らしいですよね、はい、昨シーズン優勝のジェイテクトやパナソニックなどの強豪チームと当たるまでは我慢比べになりそうな展開ですと。その通りですね、はい、いやでも本当ね、でもこういう勢いがついたらね、乗っていけますからね、はい、上位チームでもそんなに心配することないんじゃないかなと思いますけどね、今年からね原監督、はい、原監督って今乗ってますね。ですよね。どのスポーツも巨人にしてもね、そうですよ、はい、駅伝のね青山学院大学の原監督も、なぜか原という名前の監督は勝つ、なんか持っとるんですかね、はい、はい、私も桑原で一応腹が入ってます。後の方にね。後の方に、しかも腹じゃなくてバラって濁るところが、今日から桑原にしようかな。いやいや本当本当、監督やったらいいから私も。そうそう、腹がついたらいいかもしれませんよ。ねえ、うん、でも私がなんかやってダメだったら、やっぱり桑原だけもうバラバラじゃ、バラバラじゃ、チームがバラバラじゃとか言われそう。トゲがあるかもしれない、バラじゃけ。バラじゃけ、そっか。あとサッカーで言いますとね、先週は24日鹿島であったんですけれども、はい、1対0で鹿島に負けてしまいましたね。そうですよね、はい、まあ、順位的にはね10位で変わらないですけどね、はい、あとはねサンフレッチェはね10月28日水曜日ホームで横浜と対戦、31日土曜日に敵地で仙台と対戦します。その他ね、マー君はバスケットボール来てます、広島ドラゴンフライズは昨日とおとといホームの広島サンプラザで三円ネオフェニックスとの2連戦に見事連勝、おとといも昨日も1点を争う大接戦でシュートが決まるたんびに拍手が鳴りやみませんでした。もう最高の2試合でした。いや本当ですね、はい、ここ来て勝ち出したですからね。そうですね、はい、だからホームでは初勝利を挙げたと、土曜日にね、からは見に行った人は喜んだでしょうね。はい、接戦を制する時のハラハラドキドキの上の勝利はまたより一層美味しい味わいですもんね。そういうことです、アスカ君がね、その他と女子ホッケーのコカ・コーラレッドスパークスも広島での試合に連勝し首位でファイナルステージ進出、ハンドボールの泉メイプルレッズも開幕5連勝と好調を維持、これからも盛り上がる広島スポーツといただいたんですが、いや本当ですよね、はい、広島のスポーツがね 今乗ってますもんね、はい、コカ・コーラ、レッドスパークス、 RCC テレビでもね週末にサブチャンネルで放送したんですけれども、はい、なんかあれ見てたらホッ
係すごい、これハードです、ね、ハードですよあれ意外とね、はあ、結構私思ってる以上にあのフィールドっていうんですかコートというか広い、結構広いですよね、サッカーよりちょっとちっちゃいぐらい、まあ、まあまあ、そのぐらい、うん、いやいやこれ走る量半端ないわと思って、そうそう、はあ、で前かがみでしょ、私ね腰痛くなると思います、そういうことですだって私掃除機ずっとかけてるだけで腰痛いですもんだからオッケー絶対痛い私やったら今日じゃあ作文の子にね弟子入りせない、ああの掃除が好きな、掃除が好きな、そうですね、はい、腰痛めずに掃除する方法から教えてもらおうか教えてもらった方がいいかもしれない ね, ね、はい、あとハンドボールもね泉が飛騨高山を22対14で下して、25日昨日ですね5連勝、開幕5連勝です、強い、絶好調でございます、はい、ちょっと秋はねスポーツ盛りだくさんなんで、この調子でなんかの広島でいっぱいね優勝っていうのを聞きたいですね、そういうことですね、うん、はい、はい、そしてカープの人はもちろんカープ応援してください、今日はねカープチケットプレゼントありますから、はい、まだまだ11時まで受け付けております、11月4日水曜日マツダスタジアムで行われる巨人戦の三塁側内野指定席ペアで一組です、あなたのカープ愛もね書いて住所氏名連絡先も書いて送ってください、お待ちしています、以上スポーツ一直線、もうちょっと大丈夫そうですね、はい、なのでプレゼントがですねアドレスがプレゼント専用アドレスなんで、はい、お間違いのないようお願いします、うん、1350@rcc.net 1350@rcc.net です、でファックスは他のメールファックスとかと一緒で082221-3300 082221-3300 番となっています、はい、ぜひ11月4日水曜日の巨人戦、もうねカープの試合今年残り少ないですから、そういうことですよね、あと12試合、はい、はい、ぜひ見てください、お待ちしています、スポーツ一直線でした、ではこのコーナーです、アナさんあちの直球ショー、このコーナーはアニアさんがカープスポーツの話題を中心に本音で熱く語るコーナーです、カープ先週は阪神 DeNA と対戦し3勝3敗でした、じゃあ振り返っていきますね、まず20日火曜日甲子園で阪神と対戦、5対1で勝利、先発の栗投手ナイスピッチングでしたよね、いや最高のピッチングしましたね、はい、はい、8回まで1安打ですからね、はい、9回ちょっとこう3連打されて、はい、1失点したんですけどね、もう完封かと思ってましたからね、そういうことですよ3連打もったいなかったですよ ね、もう一息頑張ってほしかったなと思ったんですけど、まああと投げたフランソワがね、マウンド上がってからやっぱり抑えてくれて、はい、まあ勝利投手になったんですけどね、はい、まあでも栗投手の向上心が分かりましたよ、試合は勝ったけれどもこうやっぱり最後まで投げきれないところが悔しい、ああいう投球をしていると好投がなかったことになるということで、ちょっと笑顔がない、まだまだやるぞ俺はっていうね、そういうことですね、あの気持ちが見えましたね、はい、彼はあのハートの強い選手ですからね、悔しかったんでしょうね、でしょうね、もう9回投げ抜きたかったと思いますよ、見てるこっちも悔しかった、そういうこと、5-0 だったんですから ね、はい、まあでも、まあ、その日にね、はい、やっぱこう10月入ってすごいですよね、うん、はい、5試合と5勝2敗そうな、あと9月以降が5勝2敗で、はい、10月入っては3戦2勝、そうなんですよ、防御率がすごい 0.39、 10月の防御率 0.39 ってすごいですね、はい、はあ、だからどんだけ大活躍かいうことですね、はあ、これ今年か、まあ、今月に入ってすごい絶好調じゃないですか、そういうことです、これ何か原因があったんですかね、やっぱね、その前まではね良かったり悪かったりものすごい波があったんですよね、はい、やっぱその悔しさいうのがあったと思います、はい、大体ねストレートがね中心のピッチングになってきましたね、だから三振が取れるようになったんです、はい、それが僕は好調の原因じゃないかなと思いますね、うわ、今期の最終規定投球回数まであと15イニングなんです、そうですよね、まあギリギリどうかな、うん、あと3試合ぐらい登板できると思いますから、ああそうですね、うん、やりようによってできそうですよね、日程的にもね、いけると思いますからね、はい、はい、その代わり結構長いイニング投げないと、うん、5回以上投げないとね、まあ、3試合出たらね、到達しないですからね、そうですね、はい、はい、
いや、もうあの今気合と気迫すごいですから。すごいですよね。成し遂げてくれるんじゃないかなと思います。まあ、この日はね、はい、西川が初めて4番に座ったんですね。あ、そうそう。そうですね。で、やっぱバッティングでも活躍して2打点してますからね。はい。で、その日はもう女房役の坂倉が、またやっぱ打ってますから。はい。やっぱこう、うん、みんなの協力があったんですね。うん。うん、そうですね。はい。さあ、そして次の日行きましょうか。21日水曜、甲子園での阪神戦、0対2で負けました。遠藤投手の先発、うん、初回が、うん、やっぱり、ってか、やっぱり ね、初回なんですよね。毎週、そこ同じとこ言っちゃってるんですけど。そうそう、もう何回繰り返して言うとるか分かんないですけど、彼が先発した時にね。ねえ、もったいないですね。もったいないんですよ。それが、内容が悪いんですよね、はい。フォアボールが絡んでるんですよ。はい。で、ホームランでしょ？はい。その後のピッチング見たらね、すっごく素晴らしいんですよ。そうなんですよね。はい、だってあれでしょ？3回2アウトから6者連続三振記録。そう。9三振ですよ。6回で。すごいな。だからね、やっぱこれ見たらね。そう思うとね、余計。やっぱ初回、毎試合初回にね、苦しんでるのがね、もうちょっとどうにかならんかなという気がするんですよね。これなんかもう変な自分の中でジンクスみたいな感じになっちゃってるのかもしれないですね。ですよね。だから、まあ意識するないう方がおかしいんですけど、そうですね、やっぱ初回立ち上がり大事に行こうという、あまりにじゃないかなと思うんです。で、フォアボール出してるんで。はい。だから大胆に攻めていけばいいんですよね、はい、コーナー狙うんじゃなくて、打つんなら打ってみいぐらいで、したら僕は成功するんじゃないかなと思いますけどね、はい、やっぱり急三振取れるいうことはすごいですよ、はい、ストレートの速さもあるし、やっぱりこう、後から立ち直ってコントロールも良かったということですからね、はい、そう、もう大丈夫、ファンももうみんな温かく見てるから頑張りんじゃ、いいよ、大丈夫よ、のびのびやって思いますよ。ですよね。気負わずやってね。まあ本当、この次楽しみにしたいですよね。そうですね。はい、まあ毎試合同じことを繰り返して言うと思うんですけど、でも楽しみのあるピッチャーだけにね、はい、頑張ってもらいたいなと思いますね。まああとね、この日、ちょっとヒットがね、野手の方のね、ヒットがなかったんでね。そういうことですよ。それもうね、だからやっぱり、まあ野手頼りなんですけど、まあまあ、まあ最近の打線がね、つながりがないんですよね。ちょっとね。はい。残塁多いですもんね。多いんですよね。そのあたりも。まあ相手ピッチャーもね、青柳でね、はい、すごく素晴らしいピッチングしたんですけどね。はい。なるほど。さあ、そして木曜日です。22日、甲子園での阪神戦、9対5で勝ちました。先発がね、9月13日以来の薮田投手。はい。はい。どうでしたか？いや、素晴らしかったですよ。彼のね、やっぱりいい時の持ち味が出たかなあいう感じですね。はい。6回3安打、8三振取ったんですよね。はい。フォアボールが1つ。もう。素晴らしい。素晴らしい。こういうピッチングできたら、まだまだ勝てます。はい。この次、まあ、これも、毎回同じことを言うようなんですけど、次の登板が楽しみですね。そうですね。このぐらいのピッチングができるいうことですからね。はい。してほしい。まあ、多分次のチャンスもちろんありでしょうね。十分あります。はい。だから、やっぱこう、彼の持ち味であるね、ストレート。はい。で、やっぱ攻めていく。中継ぎの時はね、どうしても変化球が多かったんですね。はい。で、フォアボールになったり、失点するケースが多かったんですけど、先発になってね、それと自信持って投げてますから、これを続けてほしいなと思いますね。なるほど。お邪魔パジャマさんがね、薮田投手、次回も木曜日だったら今年初の観戦なので楽しみですという人もいらっしゃいます。そういうことですよね。もう2年ぶりに勝利でしょ？そうそう。だったらね、やっぱ乗っていかないとね、この次を頑張らないと。ぜひともね、はい。絶対アピールできますからね。で、あとこの日ね、前日、デッドボール受けて、途中交代していた宇田選手が、そうそう。骨折の手術というね、発表があって。ありましたよね。はい。吉浦のスポーツ大好きさんも、ね、せっかく夢の一軍の切符をつかみ取り、アピールしていた宇田選手が手術というほどのね、怪我で、戦線離脱になり、悔しい思い出いっぱいだと思います。デッドボール見たんですけどね、そんなにひどそうに見えなかったんですけどね。やっぱこう当たりどころが悪かったんでしょうね。
なんかちょっと今年怪我人が多いのはなぜなんでしょうというね、吉浦のスポーツ大好き。そうですよね。やっぱこうやっぱコロナのね、あれもあって、意外と練習量が少ないじゃないですか。ああ、なんですかね。だからそういうのもあるんじゃないかなと思いますよ。よそのチームもね、はい、結構怪我に出てますもん。はい。まあね、今いろんな意味でストレスもちろんありますからね。そういうことですよね。ちょっとしたやっぱりその気の持ち方で怪我ってつながりやすいんでしょうかね。はい。はい、まあだから薮田はもうこの次は楽しみ。もうそうですね。はい。はい、そして宇草選手はね、早く治ることをね、治してほしいですね。はい。さあ、そして金曜日、23日横浜スタジアムでの DeNA 戦、0対2で敗れました。うん。床田投手なんですけれども、うん、ねえ、頑張ったのに。いやいや、これはもうテレビ見とってね、本当イライラ、ちょっとこうしましたね。やっぱこう、野手のエラーがね、結構多かったんですよね。それまでにもね。自らのエラーで失点して、やっぱそこで2点取られたんですけど、サードに送りバントをね、もう完全なアウトやったんですけど、あれ、もし、いい投球しとったら、僕ダブルプレーになったんじゃないか、いうぐらいね。すごかったんですよ、うん、はい、ボールの下まで行くのは早かったんですよ、送球ミスですよね、うん、あれが痛かったですね、うん、はい、まあ、といものの、笹岡監督はね、今日は立ち上がりからしっかり投げていた、一応ゲームは作ってくれたという評価。いやいや、それはそうですよ、2点でね、ずっと抑えたんですからね、はいはい、6回まで5安打4三振ただね、この日は三振が少なかったですね。あ、うん、いつもやったらもう6回投げたら6個7個ぐらい取るんですけどね、打たして取るいう感じのピッチングだったんですね、はい、なるほど。でも僕一つだけ感心するのは、フォアボールが減ってきた。はい、お一つですね、はい、この日は。はい。だから、そういうピッチングしとったら、やっぱもう、自然と、勝てるようになります。はい。じゃあ、残りのね、試合で、そう。ぜひいいところを見せてもらいたい。はい、うん。ね、期待してます。床田投手。そして土曜日です。DeNA 戦。もう2対1で勝ちました。これはもう何を言っても森下投手の、ね、日ですから、はい、この日はお祭りです。森下祭り。うん、いや、ほんと。はぁ、すごかったですね。はい。三振こそね、ちょっとこう少なかったけど、これも床田と同じで、打たして取るようなタイプ。はい、昨日、この間のピッチングですよね。はい、結構内野ゴロとかね、やっぱ、打たして取ってましたね。はい、ねえ、まあ、とにかく、最後までまた、投げ切った。っていうのが9回完投ですよね。素晴らしかったですね。素晴らしかった。そして自らヒットも打ったという、ね、はい、そうそう、なんと見えないんですが、やっぱり気になっている新人王なんですが、うん、まあ、争っているライバルの巨人の戸郷投手を抜いてますよね。抜いてますね。もう完全に抜きましたね。勝ち星もね。はい、勝ち星も、防御率も、防御率も 2.02 ぐらいじゃないかな、もう、森下が。うん、戸郷投手が、10月20日にヤクルト戦に登板して、勝敗つかなかったんで、8勝5敗で、防御率が 2.58 ですから。そうですよね。もうこれ。防御率もそうだし、やっぱこう、戸郷、これは多分、30イニングぐらい足りないと思いますから。あ、そうか、まあ、残り試合がね、13試合あるんかな、巨人が。はい。カープが12ですからね。だから、ちょっとこう、足りなく、なるんじゃないかな。なるほど。規定投球回数。そうなるとやっぱり森下投手がかなり有利。完全に有利ですね。ですね。でも8回森、まあ話も戻るんですけど、うん、はい、8回、菊池の高走、暴走か、はい、紙一重をやってくれましたよね。はい、あれが、やっぱ、勝ちにつながったんですからね。そうですね。で、森下のヒットでホームに帰った、いうことですからね。やっぱこう攻める気持ちが伝わってきたって感じですよね。そういうことですよね。でも菊池もね、よく帰りましたよ。朝ゴロの一、二塁間抜けたゴロですよ。外野ものすごく前に来とったのに。はい、うん。やっぱ焦りましたよね。相当それた球投げましたからね。そうですね。はい、あれでね。うん、はい。素晴らしかった。はい。まあ、あとね、野間選手も、よかったですよ、最後は。DeNA オースティンのレフトオーバーのヒット。あれ、二塁打なっとったらまだ分かりませんからね、ツーアウト、二塁で。ね、まだ1点差だったから、本当ドキドキでしたからね。そう。はい。あれ、菊池もね、よくタッチしましたよ。すごく回ったんですよね、大回りしたんですけど、はいはいはい、それにタッチして、まあ、綺麗にタッチしてましたからね。ね、はい、野間も、
いいプレーしましたね。とにかく森下投手をみんなで盛り上げようというのがね、はい、もう最高やったんですよ。伝わってます、はい、さあそして昨日は横浜スタジアムでの DeNA 戦0対3で負けました。中村優太投手いかがですか。いや、うん、彼も素晴らしいピッチャーになってき、はい、きましたね。そうですね、はい、そんなに失点しなくなりましたもんね。はい、うん、まあ、クオリティスタートですもんね。そういうことですよね。うん、6回3安打、はい、7三振、はい、これもまた三振がものすごく取れるようになりましたからね、うん、でフォアボールがやっぱなし、ゼロ、素晴らしい。いや本当これしかないです。そうですね、あの1点でねずっと我慢して投げとったんですけど、うん、最後ケムナがね、はい、あのホームランとヒットで打たれたんですけど ね、はい、そうですね、はい、外のホームランとあの山とかの二塁打でね、うん、最後に2失点したんですけど8回に、うん、もったいなかったですよね。そうですね、はい、うん、さあまあこれで DeNA とは終わりましたね。終わりました ね、 最後はね飾ってほしかったんですけどね。そうなんですよね。8勝14敗はい、じゃもう完全に負け越しですからね、うん、最後ぐらい花飾って欲しかったですね。気持ち的にはね、はい、ちょっと来年は勝ち越しましょうよ DeNA。そういうことですよ。どうも弱いから。ということで、まあ、来年、ダミレス監督がね、はい、変わりますからね、はい、また野球が変わってくると思います。そうですね、はい、攻め込んじゃいましょう。カープはね、今週は明日からマツダスタジアムでヤクルトと3連戦、金曜日からは名古屋ドームで中日と3連戦です。以上、アニア総八の直球勝負でした。午前さまさま、このコーナーは工人薬局、サンクス薬局、クルーズ薬局のライフアートグループの提供でお送りします。今週も始まりました。お薬や病気など健康な生活に役立つ情報をお送りするコーナー、すこやかさまさま。今日はライフアートグループの薬局にお勤めの薬剤師久枝さんと一緒にお送りします。すこやか、おしとやか、久枝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は教えてお医者さん企画で、先週から引き続きワクチンをテーマにお送りします。アニューさんはインフルエンザの予防接種受けられましたか。行きましたよ。あ、行きましたか。はい、はい、まだ絆創膏貼ったまま土曜日行きました。あらららららら、あ、でもいいことですね、はい、今日から確かね、一般ってかの人、みんな確かね、はい、あのワクチン受けられるということなんで、タイミング良かったんですね。そうですね、はい、いや私もだからまあ早めに受けに行きたいなとは思っているんですけれども、うん、先週は予防接種をするときは事前に予約して病院での3密はなるべく避けながら早めの予防接種をっていうお話でしたよね。はい、はい、新型コロナウイルスの感染予防はもちろん大切ですけれども、極端に自粛をしていると予防できたはずの他の病気にかかってしまう可能性がありますので、はい、詳しくは広島市佐伯区楽楽園にある肌小児科の肌院長にお話をお伺いしました。それではお聞きください。肌小児科の肌です。予防接種を受けるときは手洗いやマスクはもちろん、予防接種を受けるお子様以外はなるべく兄弟を同伴させないことや、排泄物からの感染を防ぐためになるべく病院でおむつ替えをしないということにも気をつけていただきたいです。ワクチンの定期接種や乳幼児検診の集団実施は地域の流行状況によって柔軟に対応しているところもありますので、保健所や保健センターへ確認してください。赤ちゃんは免疫力が低いから外出するのは不安っていう保護者の方は多いでしょうね。まだまだ心配は続きますよね。はい、医療機関では予防接種を行う時間や場所には十分に考慮して換気や消毒を行い、新型コロナウイルスの感染防止対策に努めています。ご自身の対策も万全にして予防接種を遅らせないようにしてほしいですね。それでは続きをお聞きください。今年の10月から異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔が変更されました。注射生ワクチンは27日以上の間隔が必要ですが、それ以外のワクチンについては前の接種からすぐに次のワクチンの接種を受けられるようになります。しかし同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合は今まで通り決められた間隔を守らなければいけません。例えば、B 型肝炎ワクチンは1歳になる前に全部で3回の接種が必要です。生後2ヶ月で1回目の接種を開始し、3回目の接種は接種開始から5ヶ月以上
間隔を空けなければいけません。1回目の接種が遅れると接種が完了する時期が後ろ倒しになってしまいますから、計画的にワクチン接種をしてください。たくさんのワクチンを予定を立てて忘れず接種しなくてはいけないんで、保護者の方は大変ですね。はい、赤ちゃんのワクチンの接種回数は半年間で15回以上にもなります、はい、効率よく予防接種を受けることで早く免疫をつけることができますから、接種期間中にはできるだけ早く接種日を予約しましょう。はい、さて来週なんですが、冷え対策をテーマにお送りしましょう。このコーナーではお薬や病気に関する質問を募集しています。健やかさまさま宛てにメールファックスでお送りください。番組にご質問をいただき採用された方には、ライフアートグループの2つ折りになるコンパクトな抗菌マスクケースを進呈いたします。皆さんからのご応募お待ちしています。お話はライフアートグループの薬局にお勤めの久枝さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前さまさま。ではラジオカー中継です。殿川内香織さんです。殿川内さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日この時間は東広島市高知町ニューノにやってきています。はい、山陽自動車道高知インター降りてすぐの地域なんですが、山と川と畑に囲まれたのどかな地域です。そんな高知町ニューノに最近面白いお店ができたんよっていうのを地元の方に教えてもらってやってきました。面白いお店。はい、新広岡橋の交差点近くにポツンと立っているお店がありましたよ。 お店の名前はケサランパサランというどうやらカフェなんですが、中に入ってみると壁もテーブルも色鮮やかで明るい色が使われている、本当ね、かわいいと言いたくなるようなポップな店内なんです。はい、でお店の真ん中には大きな鉄板とカウンターの席があるんですよね。鉄板、はい、ではいろいろお話聞いてみたいと思います。若いママさんオーナーが一人で切り盛りされているんです。オーナーの前田理香さんです。前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、前田さん、本当にね、カラフルで可愛らしい店内、そして大きな鉄板が目の前に見えるんですが、ここは何を出しているお店なんでしょうか？ここは自家製のミンチ料理と自家製のコーラを出しているお店です。待ってください、自家製のミンチとコーラ、どういうことですか？自家製の、あの、一からなんか物を作りたいって思ってて、あの肉の塊から仕入れて、朝から毎朝さばいて、自分で手引きで手引きをしているミンチ料理、今ハンバーグなんですけど、と自家製のコーラを。あのメニュー見てみるとハンバーグリーンカレーっていうのがありますし、手作りでコーラ作ってらっしゃるんですね。はい、すごいな。でもなんでこの場所にお店を出すことにしたんですか？もともとここが私の地元で、そうなんですよ。でお店はずっと探してたんですけど、やっぱ地元でできたらいいなっていうのが一番にあって、でここがちょうどおばあちゃんが体を崩されてっていうのでお話が来たんで、すごい私にとっては地元に戻れるきっかけになって、そうなんですよ、すごいラッキーなんですよ。でも今回お店一人でされるの初めてって聞いたんですけれども、結構勇気いったんじゃないですか？そうですね。でももともとやりたいっていうのは高校の時からはずっとあって、それで、主人と一緒にこっちに越してきて、主人も隣でやってるので、お店を別でやってるので、なんか一人なんだけど一人じゃないというか、そう、支えになってます。そうなんですよね。今ちょっとお話出ましたけれども、このケサランパサランというカフェのお隣、もう本当に壁が一緒ぐらいの隣接しているお隣で、美容室をご主人がされているということで、本当ご夫婦で頑張ってらっしゃるんですよね。そうなんですよ。やっぱりこの地元を盛り上げたいみたいな思いあるんですか？そうですね、2年前にやっぱ豪雨災害があって、それで家とかなくなった方もなんかここにお店をするんだったらっていうので、みんなが
ゴミを撤収してくれたりとか、みんなが手伝ってくれて本当にありがたいです。じゃあ地域にも支えられてるお店、これから頑張っていこうっていうところなんですよね。そうですね。でやっぱり気になるのが手作りのコーラですよ。今ね目の前に用意していただきました。なんかあのピンクのストローが入ってて、これこれが氷も入ってるんですけど、なんか粒粒が入ってて黄色っぽいですよ。ちょっと飲んでみますね。いただきます。あ、コーラだ。あ、なんか苦味もあってスパイスも効いてて、こうレモンの爽やかさもあって、あ、炭酸も。何、コーラって作れるんですか自分で？そうなんですよ、自分で作れるんですよ、はい、うん、スパイスと大崎上島のグリーンレモンとお砂糖だけで作ってるんですけど、もともとコーラ苦手だったのに、自分で作り出したらすごいハマってしまって、こんなに自家製って美味しいんやって思って作り出しました。なんか口の中がいい感じにふわーっと熱くなって、なんか刺激があってでも爽やかみたいな、すっごい美味しいですね。 ありがとうございます。それから今度はハンバーグリーンカレーも食べてみたいので、またこれは次回ということでお願いしますね。ぜひ来てください、はい、ありがとうございます。アニアさん、しおりさん、はい、手作りのコーラ、そう、はい、そうなんですよ。手作りでコーラも作ってらっしゃって、でお店の内観とかも全部自分たちで DIY をしたということ で、でさらにテラス席もあるんですよ。はい、なのでこのご時世いいかもしれませんし、そしてさっきもご紹介いただきましたお隣のご主人が経営されている美容室、はい、こちらも予約専門の美容院でお一人でされているんですよ。そうですか。ですので河内町に新しいお店2軒オープンしたということで、夫婦で若い力で盛り上げていこうと頑張ってらっしゃるんですよね。素晴らしいね。はい、ぜひぜひこちらのカフェケサランバサラン お隣の美容室わびさびもご注目ください、はい、ということで今日は前田理香さんと一緒にお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、ね、手作りコーラ、コーラ的にコラー美味しいというですよね。ダジャレ得意だね。ラジオから中継、殿川内香織さんでした。さあ今日はね、カープのチケットプレゼントがあります。11月4日マツダスタジアムで行われる巨人戦の三塁側内野指定席ペアで一組ということで、あの11時まで申し込みということで、あと残り少なくなってきました時間が、はい、今までもね、たくさんのカープ愛を書いてご応募くださってる方、ちょっと紹介しましょうかね。ヤグルマソウさんはね、ガンガンガンソカープ女子ですと、はいはいはい、カープ誕生から今日まで恋と共に生きてきました。大好きだった父親の血をしっかり受け継いで、私はカープは嫌いよ、負けるけん、負けたらお父さんの機嫌が悪でたまらんとこぼす母の言葉も今は懐かしい思い出話です。80歳になった現在も姉妹でせっせと一喜一憂しながら応援しています。はい、ありがたいですね。素敵、本当に元祖ですね。そうカープ女子、長年のカープファンでいらっしゃる方、本当に、はい、お父さんお母さん引き継いでね、ねえ、はい、はい、そんな思い出話なんかもねあるかもしれませんが、残りわずか11時までなんでね、まあ、5分とちょっとということになりました。ぜひご応募ください。11月4日のマツダスタジアムで行われる巨人戦のペア一組でプレゼントです。プレゼント専用アドレス 1350@rcc.net、 ファックスは 082-221-3300 です。カープアイと、それから住所、氏名、連絡先も必ず書いて送ってください。締め切りが午前11時までとなっています。当選者は番組のエンディングで発表します。ぜひね、皆さんたくさんご応募ください。そうですよね、はい、はい、あとちょっとなんでお待ちしてます。ではニュースです。今日は番組からカープのチケットプレゼントをしているんですけれども、はい、うん、先ほど11時で応募を締め切らせていただきました。はい、はい。はい。なんかたくさんいただいてるみたいです。あ、そうですか。はい。あの、そしてカープ愛もいっぱい語ってくださってまして、うん、本当ありがとうございます。
当選者の発表はエンディングで行いますから、はい、もうちょっとお待ちくださいね、はい、どなたかの手に入りますからねさあそれではジャパネット高田ラジオショッピングいきましょう。ババさんです。ババさん。はいはい、アニアさん、桑原さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、まず大事なお知らせからスタートいたしますけれども、はい、先週の金曜日から始まりました年末恒例利益還元祭でございます、はい、1年の中で一番大きなキャンペーンが今年はですねちょっと早めにスタートしてるんですね、今年は例年に比べてですよ、もう本当に大変な年でした、だからもう皆さんにその分をですねもう感謝の気持ちを早くお返ししたいということで、ちょっとフライングスタートしてるんですね、はい、この期間中はですねもう人気の商品がどれもこれも本当にお安くなってます、はい、でそれだけじゃないんですよ、プレゼント企画っていうのがありまして、実は期間中に1回のご注文で5000円以上お買い上げをいただきますと、はい、なんと全国から2万人の方に美味しいグルメが当たりますよというキャンペーンなんです、これね全国の美味しい黒毛和牛ですとか北海道のねカニですとかイクラとかうなぎとか明太子とか美味しいものが続々届く2万人ですから、はい、確率としては相当高いですよ、うん、だからいいお買い物をなさってグルメが当たったらね、あ本当に2020年いい年だったなって締めくくっていただきたいので、もう今年はね大盤振る舞い、いやだってこのグルメ大体あの1万円相当のものが届くんですよ、はい、これが2万人ですから賞金総額2億円ということですよ。すごくないですか。すごい。ぜひ皆さんこの感謝の思いを受け取ってください。今日はそのために商品をお買い上げいただかないと抽選のハガキも届かないんで、はい、いいものを持ってまいりました、はい、新米の季節でございます、ね、美味しいご飯を炊いてください、高級炊飯器ふっくら御膳のご紹介でございます、このふっくら御膳、まあ、このお時間でもね何度かご紹介してきたんですけど、実はこの冬から新商品が登場いたしました、はい、デザインがねまたかっこよくなってるんですよ、スタジオにもね画像をお届けしてると思うんですけど、はいはい、そうスクエア型といいまして、ちょっと角張ったね四角いデザイン、なんか洗練されてる感じ。そうなんですよ、なんか高級なお重箱のようなね、これが今の炊飯器高級タイプのトレンドなんですね。だからこの炊飯器がちょっとキッチンに置いてあるだけでもですよ、あらお宅いい炊飯器使ってらっしゃるのねってなるわけですよ、ね、またね色がいいんですよ、今回ホワイトと赤と2色あるんですけど、はい、まあ、広島の方には間違いなく赤をね、そうですね、おすすめしたいと思いますよ、はい、キッチンも赤でコーディネートしてください、はい、もうそれぐらい高級感のある炊飯器でございます、はい、ただ見た目だけじゃないからおすすめなんですよ、はい、美味しく炊けます。その秘密は炊き方が違うんですね。圧力スチーム IH と言いまして、はい、これ中に圧力をガーンとかけることによって高温にしてます。100度じゃなくて107度で炊いてるんですよ、はい、この7度がねまたいい仕事してくれるんですね、森下みたいなピッチングみたいなねいい仕事するんですよ。そりゃ相当いいですね。相当いいですよ、はい、これ107度、はい、そうだから固いお米の一粒一粒にねしっかり熱を伝えることによってパーンと張ったまさにふっくらなご飯に炊き上げることができるわけですよ、だから口の中に入れたらですねもしゃっと噛んだ瞬間にじゅわーっと旨味が溶け出してくる、うわそれぐらい美味しいご飯が炊けるのが圧力スチーム IH ですよ、でしかもですねこれスチームを投入するとお米に旨味成分コーティングしてますから冷めたご飯も美味しいんですね、お弁当のご飯とかおにぎりにしたご飯がねまた美味しくなるわけですよ、冷めても美味しいっていうのは本当にいい炊飯器じゃなきゃ炊けませんからね、そんな炊き方ができる高級炊飯器でございます、はい、ただそうなるとですよ新商品の高級タイプお値段どう考えても高そうじゃないですか、いや実際高いんです、はあ、それをジャパネットは日立さんにお願いしてオリジナルで作っていただきましたんで、はい、なんとお値段 5.5 号タイプ税込み価格が54,800円なんです、はい、はい、これでも十分すごいのにですね、ええ、さあ利益還元祭皆さんが今使ってらっしゃる古い炊飯器を15,000円で下取りします。あら、そうどんなに古くてももう内釜剥げてても大丈夫ですよ、ええ、15,000円で下取り、さらに利益還元ですから
ここからさらに1万円今だけ追加で値引きも加えてます。だからもろもろ2万5000円お安くなりますんで、はいはい、新商品がなんと最終価格2万9800円なんです。はめっちゃ安いんですよ、しかも、はい、ここにですねおかずまで美味しくしてください。焦げ付きにくいことで有名なあのダイヤモンドマルチパン、高級フライパンをセットでお付けします、フライパンにダイヤコーティングしてるんですよこれ、ね、だから本当に焦げ付きにくい、はい、このフライパン買ったら1万1000円しますからね、うん、これを今回漏れなくつけて、はい、お値段そのまま2万9800円なんです、ということはフライパン代引いて考えたら新商品の炊飯器2万円切ってる計算ですよ。そうですね、どう考えてもおかしいんですけどいいんです、これがジャパネットの利益還元祭ですからさすがです。なので皆さん現金一括じゃなくてもいいです。分割15回払い月々2000円コースで高級な炊飯器と高級なフライパン両方届きますので、ぜひぜひお早めにご検討いただいて、フリーダイヤル0120-441-555番、441-555番まで RCC の放送を聞いたよとお電話ください。お待ちしております。ババさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピングでした。ジャパネットジャパネット夢のジャパネット高田。御前様会議その2。今週のテーマは僕の椅子私の椅子、椅子にまつわるお話です。ビンバサミさん、私は飛行機に乗るのが大好きです、飛行機の座席ですが捨てる座席がもし売られていたら買って座椅子に改造してこたつに入ってテレビを見たりみかんを食べたりしたいです。無理かなって。座椅子買えばいいじゃん。座椅子じゃない、やっぱり飛行機の座席、あのシートが好きなんです。はいはいはい、何あのベルトもする そういうことですよね。ねでもないんですかね、わかんないけど、よく鉄道が好きな人向けの店っていろんなもの売ってるじゃないですか、あの鉄道の電車のね、外してね、はい、飛行機はないのかな、ちょっと、まあ、あのカープの椅子もね、市民球場の、あの椅子売ってましたからね。旧市民球場の椅子はね、あれはね、あのそうそうオークションとかしたんですよ。ですよね。私あのオークションの時司会に行きました。あ、そうなんだ。はい。でその場でまあね落とした方もいらっしゃって、まあその後また別でも売られてたのかな。時々市民球場の椅子とかはね、あの、街中のお店とかのベンチになってたりしますよ。飛行機か。これはちょっと珍しいですよね。ないことはないと思うんですけどね。だと思う、まあ、分かんない、でも、ね、うん、ちょっとその私もね詳しくないけど、でも私が知ってる飛行機の椅子はエコノミーのしか知らないんで、ちょっとどんなんかファーストクラスの椅子が欲しいですね。ですよ ね、 ね、同じ、もらうか買うか、家にあるんだろうね、あの寝転んだりできるやつね、はいはい、いいですねあれ、ふかふかなの、カープの座席で言うとね、山口のみゆきさんは旧球場での観戦席決まってましたって、当時広島に住んでいた恋友に、前日に明日行くよとメールしたら左中間の席を取っておいてくれました、何度か行くうちに左中間の応援団の方の何人かとも顔見知りになってましたね。前田さんの2000本安打の時もたまたまチケットを持っていたのでその席で生で見られましたよ、なるほどね、まあ誰かが取ってくれたっていうことでしょうね。いい席ですよね、左中間の席とか大体なんか気持ち的に見るのにも楽しいとこですよね、でもね、まあ決まった席で見るいうのはいいことですよ、いいこと、まあ、分かりやすいですかね、そうするといつも同じとこから見ると、僕はそうだと思うけどね、変化が分かりやすい、だからバスでもさっきクイズ出した席でもやっぱこう落ち着きますもんね。まあ大体世の中会議やるときも大体一緒のとこ座りますよ私たちも。例えば、ね、いつも番組の会議とかもなんか打ち合わせでいつもこの日はこの人がこうここ座るんだなみたいな、なっちゃうんですよね、あれ。なりますね、不思議とね、田舎博さんはチェア椅子、わかる人はわかる、エマニュエル夫人が映画で座ってゆらゆらしてた竹の揺れ椅子、その似た椅子が流行りよく売れたそうでした。当時私の仕事先の家具屋さんにもありましたが、座ってゆらゆらしているお客さんはみんなおばちゃん、可愛かったですとエマニュエル夫人ってちょっとあのセクシーな部分でしょ、そうそう、エロティックな、はい、子供心のやつも
エマニュエル夫人ってなんだろうってものすごいドキドキしてました。あ、はい、見たことありますか。ない。ない。はい。でも知ってる。あ、興味ないです。え、でもちょっとセクシーな女性がなんか椅子に座ってるんですよね。あの塔か何かでできた椅子に、はいはい、なんか足組んで座ってるんですよね。そうそう、うん、今でに釣った椅子があるじゃないですか。あの上からぶら下がってるようなの、はいはいはい、竹で編んだような、はいはい、ええ、ああいうのはいいですよね。ええ、それは、ね、どういう意味で、あのセクシーな人が座ってるという意味じゃなくて、あの自分が座るのにってことですか。自分が座るのに、ああいうのも自分なりにああいうの好きですね。いや、ちょっとおしゃれですもんね。わ、はい、かります。でエマニュエル夫人っぽい椅子見たら一回座って足を組みたいってのはわかります、うんうんうん。なんかドキドキするわ。私も実際ちゃんと見たことないんですけどね、昔の作品でね、はい、もうタイトルだけものすごい印象に残ってます。タカブランカさんは、高校の時僕のクラスの担任の先生が硬式テニス部の先生でした、うん、先生は古くて使えなくなった黄色いテニスボールを捨てずに取っておいて、そのボールに切れ込みを入れ、クラスの全員の机と椅子の下4箇所ずつに傷がつかないようカバー代わりにしてはめ込んでいました。ほうほうほう。今思い返せば黄色いテニスボールが床の上にずらーっと並んでる光景は異様な雰囲気に思います。ああ、それはいいことですね。これあります。私も見たことあります。あ、そうなんだ。私が現役時代、その高校生とか中学生の時はなかったんですけど、うんうんうん、たまたまあの何年か前に中学校に行く用があって、はいはい、講演会とかでたら教室にこの黄色いボールってやってました、傷がつきにくいんですよね、床にね。そうそうそう、うん、また音もしないんだよね。あ、そうそう、ガタガタね、はい、はい、そう、なんかだから結構やってる学校今多いかもしれませんね。かもしれませんね、うん、ちょっとしたアイデアですね。今週のテーマは僕の椅子私の椅子でお送りしています。御前様会議その2でした。東広島運動公園からのお知らせです。東広島市西条町の東広島アクアスタジアムで RCC 野球解説者のアニア総八さん、山崎隆三さん、天谷総一郎さんの3人による野球教室を開きます。開催は来月21日土曜日で、対象は小学生と中学生の男女それぞれ60人、参加費は500円です。でアニアさんからはピッチングで、山崎さんと天谷さんからはバッティングやスローイングなど野球の基本を中心に直接指導を受けられるチャンスということで、アニアさんどんな風に教えるんですか。まあそうですよね、まあ僕はピッチングを、はい、あの担当ということですからね、ピッチングに関して教えたいなと思います、はい、それ以外にね、やっぱこう一番大事なのは挨拶、はい、と返事、それができる選手に育ってほしいなと思いますね。なるほど、はい、そういうとこをこう教えていきたいなと思いますね、はい、じゃあまず、まあ、参加される人アニアさん見たら挨拶からよろしくお願いします。そういうことですね。気持ちよくね、はい、いやいや、そう、うん、もうスタート挨拶ねきちんとされたら気持ちいいです ね、はい、なのでね、楽しく教室がね開かれるといいですね。あのなお当日は RCC の石田充アナウンサーも司会でサポートするということですからね、ぜひ興味ある方この機会をお見逃しなく。詳しいことは東広島運動公園までお問い合わせください。電話番号は 082-425-2525 082-425-2525 です。東広島運動公園からのお知らせでした。午前様様、このコーナーでは冠婚葬祭に関するさまざまな疑問や知っておくべきマナーをズバリ教えていただきます。ご指南いただくのは新元の大臣ギフトランド店副店長高野晴美さんと大臣ブライダルサロンの三浦聖子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も質問届いてます。さゆぴーさんからです。私は普段メガネを愛用しています。カープ女子なんで赤のフレームのものを持っています。ある時親戚に不幸がありお葬式に参列しました。不幸があった場合には基本黒系でまとめますが、こういった小物はどうなんでしょうか。結局どれも気が引けたんで黒縁メガネを買い足しました。お葬式に赤のメガネはやはり非常識でしょうか。そうですね、はい、ちょっと悩むところでしょうね、はい、まあ、悩むところなんですけれども、はい、やはりあの前提としてメガネが主張すぎないっていうことは前提としてあります、はい、ですから色やデザインは控えめなものを選ばれる方が
ご自身も気が引けませんし、うん、周りの方も気にせずお葬儀を、ね、迎えることができますので、はい、安心です。やっぱり TPO に合わせてフォーマルなメガネを一つお持ちになられた方がいいと思います。なるほど、おしゃれメガネ今いっぱいありますけどね、うん、じゃあ一つはこうスタンダードなフォーマルなものっていうのはね大事かもしれません。さあでは早速今日のテーマ参りましょう。ブライダル。結婚と言いますとね、25年目は銀婚式、50年目は金婚式がありますが、他にも〇〇婚式ってあるんですよね。はい、実は1年目から結婚記念日の名前はあります、はい、1年目は紙婚式、2年目は面婚式、はい、3年目は革婚式で、10年目はアルミ婚式、15年目は水晶婚式、はい、55年目はエメラルド婚式で、60年目はダイヤモンド婚式です。最初のうちは安い価格で柔らかい日常的なものですが、徐々に高価で固い貴重品へと変わっていきます、まるで夫婦の絆のようですよね。なるほど、本当そうですね、はい、マニアさんのところもかなり絆も固いですね。硬い年数からすると相当、いやいや本当に硬いそうですね尻引かれてるあのところで結婚記念日を祝う風習っていうのはいつ頃からあるんでしょうか。はい、結婚記念日を祝う風習はイギリスが発祥の地と言われています、はい、当初は結婚5年15年25年50年60年の5回だけを祝っていましたが、アメリカに伝わり回数が増えたそうです、現在は15年目までは1年単位、それ以降は5年単位で祝います、はい、日本で結婚記念日を祝うようになったのは1894年明治27年に明治天皇の銀婚式大婚25年祝典を催したのが始まりとされています、このことを機に銀婚式や金婚式が日本で多く知られるようになりました、はい、では続いて三浦さんに伺います。10月11月っていうのはウェディング業界ではトップシーズンだそうですね。はい、その通りです。1年で一番人気のシーズンと言われています、はい、その理由としては大きく3つございます。1、景色、天気が良いので写真が映え、暑くも寒くもなく、うん、ちょうど良い気候のため和装でも洋装でも快適で着るものを選ばない、はい、2、連休、祝日が多いので家族の予定が合いやすく、式や写真の予定が組みやすい、3、花粉症や日焼け、乾燥などに悩まされることも少なく、体調がベストな時期となります、なるほど、言われたのか納得ですね雨が比較的に少なく秋晴れが続く季節ですからね。あと紅葉も綺麗になってきますよね。はい、ガイドラインに沿って少しずつ皆様、挙式や写真で記念を残すフォトコンなどのご準備を始めていらっしゃいます、先日挙式をされたお二人はズームを使用、遠いゲスト様との交流も一つの演出として、会場にいらっしゃるゲスト様と共に多くの皆様の思いが形になった素敵な時間をお過ごしになりました、はい、そこで大新ブライダルサロンでは、中区鉄砲町大新ブライダル館1階にて、11月7日土曜日、11月8日日曜日、私たちらしさを見つけよう、ウェディング相談会を実施いたします、これからのお二人の挙式のあり方を、たくさんある選択肢の中から一緒に見つけたいと存じます。この時期だからこそ、どのような方法で新生活を進めていくのかのご質問にもお答えいたします、憧れのウェディングドレスを諦めないで、大新ブライダルサロンへお電話またはホームページによりご予約をお待ちしております、11月7日8日がウェディング相談会実施ということですね、では河野さん、次回のテーマ教えてください。はい、次回は11月の行事です。では次もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お話は新松の大新ギフトランド店副店長河野晴美さんと、大新ブライダルサロンの三浦聖子さんでした。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんから冠婚葬祭に関する質問を募集しています。結婚、葬儀、お祝いなど様々な冠婚葬祭にまつわるエピソードでも結構です。
宛先はメールは番組専用アドレス午前@rcc.net、午前様様のホームページからも送信できます。ファックスは 082-221-3300、 はがきは郵便番号 730-8504、 RCC ラジオ午前様様人生の知恵袋係まで必ず住所、氏名、連絡先を書いてお寄せください。今週はさゆぴーさんに広島のり濃口のり詰め合わせを差し上げます。次回はユナイテッドアローズタオルセットをプレゼントします。人生の知恵袋冠婚葬祭編、このコーナーは大きく進む新物の大臣の提供でお送りしました。それではプレゼントの当選者いきますね。まずは午前様クイズの方のプレゼントの当選者です、はい。今回はアニアさんから問題出しましたね。僕の椅子私の椅子ということで、アニアさんが現役時代、はい、遠征先で、バスの移動の時に、まあ、座る席はどのように座っていたでしょうか、はい。まあ、正解はそのシーズンの最初の遠征に行く時に座った席が1年間そのまま決まってしまうという話でした。当選者はね、この方です。ラジオネーム、ホットカレンのゆず茶さん、おめでとうございます。おめでとうございます。川中醤油、芳醇天然かき醤油と季節のおすすめ品セットをお送りします。さあ、そして今日はカープチケット、うん、ね、プレゼント、はい。11月4日のね、チケットですけれどもね、巨人戦。当選者、こちらの方です。はい。こんなメッセージいただいた人。うん、父も大のカープファンだったので、子供の頃、夏の夕方、ラジオを聞きながら一緒にお風呂に。今もテレビが終わり、ラジオをつけてお風呂に入ると、亡き父のことを思い出します。心も体もほっかほかの、この方です。中区の和子さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。60代のね、女性の方。はい。はい、いやー、いいですね。はい。もう、お父様のことも思い出しながら。そういうことですね。はい。ぜひぜひ、楽しんでください、はい、試合を。11月。お父さんの分までね。うん。はい、カープを応援してくださいね。本当にカープ皆さん、本当に大好きなんで、いっぱい愛情の詰まったメールファックいただきまして、うん、はい、ありがとうございました。でね、こちらはね、お手紙でね、まあ、いただいてたんですけど、うん、バナナプリンさんがね、以前、メール読んでいただいたバナナプリンでした。赤いカープのマスクをした、はいはい、おじいちゃんいらっしゃったっていうね、話。そう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 、はい。その話をした次の日に、また父が赤いマスクをして散歩をしていたら、見知らぬ人に、ラジオ聞きましたよ。赤いマスク話題になってましたね、と声をかけられたそうです。うん、足を悪くした父が散歩する励みができて、私もすごく嬉しいです。ありがとうございました。お二人にマスクを作ったので、よかったら使ってください、と。そう。手紙と一緒にね、マスクも送ってくださったんです。ありがとうございます。僕が赤だ。赤に、お !15、アニヤって刺繍が入ってます。刺繍入ってますよ。15って言ったら、僕が阪神から帰ってきて15番つけたんですよ、ね。じゃあ現役時代の一番最後につけた番号。ね、はいはい、おぉ、まあ、後から有名になったんですけどね。黒田がつけた。まあ、そうですね。いやでも嬉しいですね、だってね。いやいや、本当ですよね。はい。私の方はね、すごい可愛い花柄の刺繍が入ってて、うん、ちゃんとね、しおりっていう刺繍もしてくださってるんです。すごいすごい。ね。はい。はい、これだともう、ちょっと可愛いからって誰にも取られないですよ。いやいや、本当に。ちゃんとしおりという名前入りで、ありがとうございました。うん、嬉しい。さあ、そしてね、カープと言いますか、今日はプロ野球界、ね。ドラフト会議があるんで5時からですかね。そうなんですよ、はい、カープはね一体どの選手を指名するのか、そういうことです。そして入団することになるのか、はい、っていうのがね楽しみですね。はい、今日ね RCC テレビでは4時50分からプロ野球ドラフトありますよ。はい、はい、あと7時からドラフト緊急生特番、お母さんありがとう、お泣かせる分泣きますよね。そうなんですよ、はい、はい、あれもありますんで、ちょっと皆さんねこちらの方もそういうことチェックしてみてください。そしてカープは、火曜日から木曜日がマツダスタジアムでヤクルト戦、そして金曜日からは名古屋ドームで中日戦となっております。連戦ですもんね。連戦です、はい、もう最後はあといろいろ個人タイトルがあるんで、そうそう、はい、応援していきましょう、はい、やっぱり森下投手が一番の、いやいや、それしかない、ね、希望ですよ皆さんね、はい、はい、頑張ってもらいましょう。それではまた来週お会いしましょう。お相手は桑原しおりとアニア総八でした。